イメラジオ第6522回、今日は令和6年7月7日七夕ですね。日曜日です。時刻は午後2時半。暑いですね。もう室温は33度くらいになってると思いますが、もうまだ開け放して風入れてますよ。前の森では夏の虫がもう鳴き始めていますね。そのうちセミがワンワン鳴くようになります。さて、今回はドイツサッカーなぜ衰退したのか、こんなタイトルでお話しいたしましょう。ベッケンバウアーとかミュラーとか、ああいう選手が活躍したあのドイツサッカーのナショナルチーム、覚えてらっしゃる人はいるでしょうか。まあ、あれが70年代80年代なんですね。でドイツってもうサッカーが国民競技なんですよ。でドイツ人に一番好きなスポーツなんだ、多分アンケートでも取ったらサッカー、フットボールっていうのがあの一番最初に来ると思います。でワールドカップみたいなになってくると、もうどこの地域でもね、ドイツのどこの地域でもナショナルチームを応援するぞという感じでフィーバーするわけです。でワールドカップはブラジルが一番優勝してて6回ですね。ただドイツも5回優勝してるわけですから、これはあのサッカー大国の名に恥じぬ、そういうものでもあります。実際近いところでは2006年にドイツ大会ってあって、この2006年のドイツ大会はあの日本ナショナルチームがあの予選リーグで惨敗っていう、あのオーストラリアのなんかケネディって選手にガンガンヘディング決められてっていう、もう中田も呆然っていうあの大会がありましたけど、あの時に2006年ドイツチーム準優勝でしたね、地元で。で2014年ですから、ちょうど10年前、2014年のあれはブラジル大会だったと思いますが、このブラジル大会では準決勝であのブラジルチーム、これがあのなんか開催国なわけですよね。開催国のブラジルチームを7対1で破るという、なんかもうドイツサッカー史というかワールドカップ史に残るようなあの悲劇って呼ばれますよね。それで優勝しています。強かったんですよドイツは、なんせだから優勝または準優勝出なかったとしてもベスト4には入るっていうのがドイツサッカーだったんですね。で2000年代に入ってからもシュバインシュタイガーっていう、まあ、これまたドイツのサッカーの有名な人なんですけど、この人がチームを引っ張ってですね、あのあとゴールキーパーオリバー・カーンとか、ご存知ですか、あのカーンさんってゴールキーパーやってたじゃないですか。日韓共催の2002年でも確かカーンが来てましたよね。あの時にはドイツとトルコの、あの戦いが非常に話題になりました、2002年。でトルコ人の外国人労働者がドイツで、まあ、差別されてるっていうのはその通りなんですよ。だもんだから、せめてサッカーではトルコ人っていうかトルコチームがリベンジするぞと、でドイツはもうそんなことさせるかいっていうんで、確かあの時はドイツが勝ちましたよね、というそういう感じで、もういろんな社会のさまざまなものを反映するサッカーなんですよドイツでは。で今年2024年で、今ちょうどあの欧州チャンピオンリーグをやってるんですけど、欧州のチャンピオンリーグ、それあの国同士でね、ドイツで開かれてるんです。だから今ドイツのニュースつけたら、もうこのサッカーのニュースばっかりなんですよ。一番最初にあの今日はサッカー2日目ですとかさ、今日はサッカー初日ですとか、いよいよ開催されましたとか、それがトップニュース界っていう、ドイツで開かれてるからね今で。スペインに負けたドイツチームがでベスト8で終わったっていうニュースが昨日のことですね。で今回のテーマ、なぜドイツサッカーは衰退しているわけですよ。
2014年に優勝と言いましたが、あのブラジル大会 で、2018年は予選敗退、韓国にも負けましたね。2022年は予選敗退。どうですか、あの日本とあの戦ったあの試合はご覧になった人多いんじゃないですか。2年前あの浅野選手がカウンターからバーンとシュート打ったあの試合ですよね。であれ見ててもドイツってポジションするけど、ボールポジションするけど決定力全然ないな、しかもここぞというあのスター選手いない、そう思いになりませんでしたかあの時。いや実はそれなんですよ。なぜドイツサッカー衰退したのかなんですけど、2000年代に流行ったあのボールポゼッション、ボールキーピング、つまりショートパスでね、自分たちのチーム内でわばばっとこうボールをずっとキープしながら徐々に徐々に前線上げていって、最後にポンと決めるっていう、あの点の取り方がドイツサッカーのやっぱ主流になったんですよ。これドイツだけでなく世界的にあのティキタカっていうあのやり方がブームになったんですね。ところがこのやり方はその相手が、つまりドイツの相手が、相手チームがですよ、組織的に動いてそのティキタカやらせないように早め早めにプレッシャーかけていって、そしてスペースをね、ドリブルのスペースをあの作らせない、個人技やらせない、そしてポンとカウンター打って、そしてフォワードに合わせてフォワードが振り向きざまにシュートっていう、この練習ばっかり相手チームがやってれば負けちゃうんですよ、ボールポゼッションのチームは。だからこれがあの前回のカタールワールドカップでスペインもドイツも日本に負けた理由なんですよ。なんでドイツやスペインが日本に負けるんだと思うじゃないですか、こんなの5年前だったら10年前だったら。いやでもそれはドイツもスペインもボールポゼッションにこだわり、だからスペイン戦なんかは日本全然ボール触ってないんですよ。6割か7割はスペインがボール持ってるんですよ、あの試合。だけどここぞという時にポンとカウンターを前に出して、その練習しとけばいいんですよ日本は。でボールを相手が持っていても、さっきお話したように早め早めにプレッシャーかけて動かせないようにすると、結局中盤あたりでね、あのコートの中盤あたりでいくらボール持ったって関係ないじゃないですか、そんなの得点と。で相手がだんだんへばってくると、であの隙間も生まれると、そこにポンとカウンター出して、フォワードの走る力があれば、前田大然みたいに、あれ浅野拓磨みたいに、あのフォワードの走る力があればそれにポンと合わせて1点取ると、1対0とか2対1とか、こんなあのスコアで勝っちゃうという。だから日本チームからはこのポゼッションサッカーをやるチームって倒しやすいんですよ。でドイツこそまさにそれやってずっと負け続けた。で今回の今年のね欧州選手権もベスト8止まり回と。ドイツなんかもう決勝まで行ってもおかしくないチームなんですけどね。で最近はやっぱりそのドイツサッカーもポゼッションから脱却して、もっとあの縦の動きですよね、そしてあの自分たちもカウンターやろうっていう、そういう方向に変わりつつありますが、幾分ですね、なんかそれだとサッカーが面白くないっていうふうにやっぱ観客もスポンサーも思っちゃうらしいんですよ。これってそれだとサッカーが面白くないで、面白いサッカーってじゃあ何って言うと、ショートパスですよ、あのポゼッションですよ。ですからそこら辺がドイツサッカーにとって悩ましいところで、勝てるチームにしたらつまんないサッカーだねっていうふうに言われちゃう。だから日本のサッカーはドイツ人からするとつまらないとなるんですよ、ああいうの。全然ポゼッションもしないのに、いくつかあるチャンスだけものにして、で蓋開けたら勝ったって、なんだいそれっていうふうにドイツ人から見ると見えるんですが、それは勝ちは勝ち、負けは負けなわけですよね。ドイツサッカーあの国民の人気がすごいし、これ本気出したらね、ドイツ人が本気出したらまたあのすぐ世界のトップ来ると思うんです。ドイツ人の底力すごいんですよ。私もあのドイツにいたから分かりますけどね、ふにゃふにゃじゃないんですよ。あのスペインやイタリーってふにゃふにゃなんです、もうはっきり言っちゃうと。
ちょっとなんかあったらすぐやーめピンみたいな。ドイツ人ね、ぐーっと我慢してね、続けていくんですよ。だからあれちょっと日本人に似てる。だからあのタレントがなくてもね、才能がなくても我慢して続けていくやつが最終的に勝つじゃないですか、何事も。だからサッカーも今衰退はしてるんですけど、ドイツのナショナルチームが。けれどこれ本気であの対策を取ったらね、ドイツ人がまたすぐ復活してくると思いますね。そうなったらまたあのシュバインシュタイガーみたいな、それの第2号みたいなのがまた出てきてコートを沸かしてくれることでしょう。夢ラジオ、今回はサッカーについてでした。